Audio Jungle。中国であまりにも恐ろしい時代の幕が上がった。習近平の宣言に激震が走った。中国は不思議な国である。今ほど中国が読みにくい時代はなく、かつ今後ますます不思議な国になっていくであろう中国。そんな中、不思議な中国の中の新語、流行語、隠語は中国社会の本質をつかむ貴重な生情報であり、中国を知る必読書だ。共同富裕、ゴントン富裕。この原稿を書いている2022年10月初旬現在、同月16日に行われる第20回中国共産党大会で習近平総書記が異例の参戦を果たすことが確実視されている。中国政治というのは一党支配する共産党の大会が開かれる5年周期で回っている。そして共産党大会のメインイベントは9671万共産党員2021年末現在のトップである総書記の選出だ。総書記の任期に党規約、党章程、ダンジャン点の規定はないが、アメリカの大統領が 2期8年であるように、2期10年というのが不文律だった。そのため、革命第三世代の江沢民総書記は、2002年の第16回共産党大会で、革命第4世代の胡錦涛総書記に譲り、胡錦涛総書記は2012年の第18回共産党大会で革命第5世代の習近平総書記に譲った。ところが現在の習近平総書記は後進の革命第6世代に道を譲りたくない。隣国の盟友ウラジーミル・プーチン大統領のように半永久政権を築きたいと考えている。それが14億中国人の総意であるというのなら、他国の内政に干渉する気はない。ただ、参戦後の中国の行く末が懸念されるのである。1から10まで毛沢東主席の真似をしている習近平総書記に歯止めがかからなくなることが怖いのである。1921年以来の中国共産党史を振り返ると、習近平時代のこれまでの10年というのは1935年から50年代前半にかけての初期毛沢東時代に似ていた。結党当初は泡沫党員に過ぎなかった毛沢東氏が戦乱の世を巧みに泳いで共産党を掌握し、国民党との内戦に勝って建国。天下平定後は政敵たちを抑えて党内で盤石の地位を固めていった。同様に習近平氏も当初は総書記の泡沫候補に過ぎなかったが、江沢民グループと胡錦涛グループの激しい権力闘争の所参として漁夫の利のようにトップについた。そこから10年かけて毛沢東張りの権力闘争を党内で仕掛け、強固な権力基盤を築いた。2021年7月1日中国共産党は創建100周年を迎えた。この時の習総書記の重要講話などを聞いていると、その思考は至極シンプルである。すなわち第一の100年1921年7月から2021年7月は毛沢東主席が作った。その偉大なる功績を引き継いで第二の100年2021年7月からは自分が作っていくというものだ。どう作るかといえば、中華民族の偉大なる復興という中国の夢を実現させる。すなわち、アジアの形を1840年のアヘン戦争と1894年の日清戦争前に戻すということだ。毛沢東主席は1953年12月16日、党中央委員会の農業生産合作社の発展に関する決議において、共同富裕という概念を提唱した。
工業と農業の2つの経済部門の発展の不釣り合いな矛盾を徐々に克服していくのだ。かつ農民が一歩一歩完全に貧困から脱却できるような状況にし、共同富裕と普遍繁栄の生活ができるようにするのだ。以来、同月だけで人民日報に9回も共同富裕が登場した。この政策は、敬愛するソ連のヨシフ・スターリン書記長が1930年代に行った政策を真似たものだった。毛主席のこの考えを結実させたのが、1950年に本格的に始まった大躍進である。この年、毛主席は集団農場化、人民公社と急速な工業化を推進。15年以内にイギリスの鉄鋼生産に追いつくと宣言し、無謀な鉄鋼生産を始めた。東風が西風を圧倒すると勇ましかったが、中国経済はたちまち破綻し、4000万人が餓死する3年大飢饉となった。それでも毛主席は1960年代に入ると今度は文化大革命を起こし、中国経済を丸10年にわたって停滞に追い込んだ。2021年7月1日に共産党創建100周年記念式典を華々しく終えた習近平総書記は、1ヶ月半後の8月17日に中央経済委員会第10回会議を招集し、重要講話を述べた。第18回中国共産党大会、習近平総書記を選出以来、国民全体の共同富裕の実現を一歩一歩重要な位置に据えるようにしていった。共同富裕の良好な条件づくりを促進してきた。我々は国民全体の共同富裕の促進を国民が求める幸福の力点に定めていく。共同富裕とは国民全体の富裕であり、庶民の物質生活と精神生活が共に富裕になることだ。少数の人が富裕になることではなく、平均主義の線引きをすることでもない。高収入への規範と調整を強化する必要がある。合法的な収入を保護しながら、高すぎる収入を合理的に調節し、高収入の人々と企業がさらに多く社会に還元するよう奨励する。ネズミ講崩壊化、中国信託の支払い遅延、習政権直撃、金融爆発にキー信号、配当滞り、主婦が自殺を図ろうとする動画も。中国の金融業界が揺れている。不動産バブル崩壊が加速する中、中国最大級の投資ファンドの傘下企業が売り出した信託商品に関連する支払いが滞っていると報じられているのだ。米ブルームバーグによると、中国の金融監督当局は投資ファンドのリスクを調査する作業部会を設置した。この問題について取材を続けてきた産経新聞特別記者の田村秀夫氏は、今後中国版リーマンショックのような巨大金融危機に発展する恐れもあるとして、岸田文雄政権に警鐘を鳴らす。北京に本社を置く中国最大級の投資ファンド、中植企業集団の傘下企業が、理財商品、信託の元利払いを突如停止したという情報が駆け巡っている。現地の SNS などによると、中植直轄の投融資信託、定融が、元本2300億元、日本円換算約4兆6千億円を、中植傘下の信託会社中融国際投信は5千億元、約10兆円以上を投資家から集めてきたとされている。売り物は高利回りで、銀行の1年定期が 1.5% なのに、定融は 9.1%、 信託商品は 8% にも上るという。投資家は富裕層を中心に15万人に上るとみられ、習近平政権は情報を統制してきたが、投資家たちは通信アプリ WeChat を信じて連絡を取り合ってきた。
投資家には日本円で数十億円単位を投じてきた富裕層や中小企業経営者が多いが、中には数百万円程度の小口投資家もいるとされている。 WeChat には8月初め、昼食に投資した農村部の主婦が泣きわめきながら農薬で服毒自殺を図ろうとし、それを必死になって止めようとする姉妹の映像も流れた。それを見た投資家は、自殺事件でも起きれば新聞やテレビも取り上げるだろうから、習近平政権も無視できなくなるとはしゃぐコメントを発信した。地獄へさながらだ。金融ビジネスに精通する投資家の C さんは、十数年前から投資を始めて以来、一度も配当が滞ったことはなかったと話す。昼食の幹部には、元裁判官や大手銀行トップの OB が居並ぶし、株式の3分の1は国有企業大手が保有しているので、信用しきっていたという。8月上旬までに C さんが入手した情報では、昼食の手元資金は70億元、約1400億円にとどまり、すぐに換金できる流動資産はごくわずかだ。私たちが回収できる元本はよくて3割程度、下手すると数パーセントにとどまるかもしれないと C さんは不安に苛まれている。高利回りの秘密は2つあるとされる。1つは、集めた資金の投資先は不動産関連である。不動産業界は住宅相場の値上がり、つまり不動産バブルで荒稼ぎできると見込んで、昼食からの高利の借り入れに走ったという。ところが住宅相場は昨年初め以来下落が続き、歯車が逆回転している。不動産開発投資は前年比で2桁台のマイナスに落ち込んでいる。昼食の信用危機は不動産バブル崩壊が招いたと言っていい。